皆さんこんにちは、改造車ジャーナリストツッチーパフォーマンスです。今回はボンドショップ葛飾から、はい、なんかそういうことをやったということなんで、お届けしたいと思います。はい、一緒に紹介してくれるのは横山店長です。お願いします。お願いします。今回紹介するのはこのバンテージなんですけど、バンテージ、なんとこれを車庫端にしたということで、はい、車庫端普通できないんですよね。普通、うん、売ってないからできない。でもボンドだとできるめちゃくちゃ走りましたけども、はい、普通バンテージこうローダウンしようと思った時に選択肢が今のところ全然ないんですよね。ないですね。ダウンサスもなかったはずなんで。あ、ダウンサスもないんですか。確かなかったと思うんです、この方は。でもあっても多分ダウンサスですよね。ダウンサス、ちょっとこうショップオリジナルとかどうか海外のとかであったとしてもダウンサスまでですよね。まで、です。だからこう極端にこうスタイリッシュにするのにこう極端にローダウンっていうのがなかなかできない。できない、はい、というわけで今回はそこをクリアするべく足回りを作っちゃったということで、はい、はい、作りました。今回こちらのお車、はい、なんとオリジナルの車庫帳でローダウンがされてるみたいです。はい、というわけでこれ前からもうだいぶ低いですね。まあでも拳1個ちょいぐらいあるから、まあ、最低地上高はクリアしてるから。なるほど、はい、まあ、9センチはクリアしてる。そうですね。あとはその最低地上高って車体金属部からなんですよね。ああ、そうですね。だからリップとかゴムとかっていうのは基本的には関係ないんですよね。多分結構まだ上、あ、なるほど、調整値もまだまだということで、はい、まあ多分大丈夫。なるほど。で、前回りからもすごく低さを感じるシルエットになってるんですけど、こっち行きましょうか。はい、ご覧ください、あのバンテージベタベタです、はい、まあお客さんこれでいいのかちょっと分かんないですけど、はい、とりあえず作った時に一番かっこいい車高で指一本。なるほど、はい、とりあえずここに合わせていたということ。そうそう、とりあえずここに合わせた、はい、でもちろん車庫帳なんで上げたり下げたりできるわけですよね。できます、はい、でこれ今下げすぎてる状態ではないんですよね。じゃないですね。これでちょっと真ん中よりちょっと下げぐらい。なるほど、はい、じゃあもっと下げようと思えば全然下がりますし、はいはい、でこの車庫帳っていうのがもうサーキットとか、まあ、あとはそのストリートのオリジナルの車庫帳なんかでも非常に有名な、はい、そうですね、アラゴスタ製。アラゴスタ製です。というわけでこれもちろんアラゴスタも専用のものってないわけじゃないですか。ないです。でこれをどうやって作ったんですか。計測してもらってメーカーの人に来てもらってってことですか。そうです。アラゴスタの人がわざわざうちの店に来てもらって全部こうショックと太さとか、はい、アッパーマウントの形、はい、でボルトの取り付け穴、はい、であとはコーナーウェイトゲージ使って、はい、その車重重量配分とかを全部確認してもらってから作ってもらうっていう。さらっとすごいこと言いましたよ、はい、オイルとかでも結構これってオリジナルのもの作るって大変じゃないですか。大変です。例えばホイールで言ったらその PCD がここの穴の位置関係がどうだとか、はい、このハブの大きさがどうだとか、はい、出づらがどうだとかってあるじゃないですか。車庫帳って言ったらもちろん長さもそうだし太さもそうだし固定の方法によってはそのボルトのそのところの入るサイズとか。そうですね。あともう全部必要になるわけじゃないですか、はい、あとはバネの硬さ、純正の硬さはこれだけど車庫帳にした時にはどの硬さにしますかみたいな。え、じゃあ純正のバネレートも全部測るんですか。全部測ります。はあ。でそれを動画に撮ってた、はい、なるほどじゃあ動画にあるみたいなのでそちらをご覧ください。というわけでこんな感じで作ってると、はい、そうです。これすごいっすね。じゃあいやむちゃくちゃも大変だと思います、はあ、ただ物的にはもう本当にレースとかで使うようなまああのレースとかで使う近い足回りが作れるので、なのでお客さんで車庫帳がないけど どうにか車庫帳を作りたいとかだったらボンドに相談してもらえれば車庫帳を作ることは可能。なるほど、はい、で特にこのアーストンとかってなってくるとなんかこう近い車がないイメージなんですよ。そうですね。だ BM とかだったらなんか他のミニとかなんかロールスとかなんかこう近いパー、はい、例えばアッパーが共通ですとか下のボルトが共通ですとかってあるんですけど、はい、もう多分ほぼ共通の車ないですよね。ないですね。もうアストンはもうアストンだけのオリジナルの足になっちゃうので、じゃあほぼゼロの状態からも作れちゃう。ゼロの状態から作れる。でアッパーに関してもアッパーマウントって言ってそのサスの一番上の形も、はい、もう車種ごとに全部違うわけじゃないですか。そうですね。そういうのもじゃあアルミで削り出して、そうです。全部できるということで。全部作ります。はい、でせっかくなんでちょっとボンネット開けてみましょうか。はい。
えいというわけでこんな感じで今回使用した車庫帳っていうのが割とこうストリート寄りのやつなんですかね。そうですね。ただ標準でも減衰圧とかは20段調整できますし、車庫帳の種類でフルタップっていう、通常はバネの受け皿を下げて車庫を下げるんですけど、シェルケース、一番下のシェルケースとショックを短くしたり長くしたりして車庫を変える。サスペンション自体の長さをこう変えられるんですね。そうですそうです。バネをこう上げたり下げたり下げたりしない。だからこのバネ の, その縮め具合を変えずに車高が変えられる。そうですね。要はあの車高上げていくとこうバネもどんどん縮めていくんで、あれも上げていっちゃうんですよ ね, そうですね、はい、遊びが出たりやっぱり縮むんでその分硬くなっちゃ う, っていう。だそれを変えないフルタップって言って全長が変えられるタイプを使っている。そうです。で今回20段なんでここで硬くしたり柔らかくしたりもできると。できます。だから言ったらこれ例えば高速乗る前にちょっと硬くしたりとか、はい、あの街乗りなんでもう少し柔らかくしたりとかっていうのすぐできちゃうわけです。できちゃいますね。簡単です。で全部オリジナルでこの辺が作られてると、はい、でさっき言ってたそのコーナーゲージもなんか奥が深いんですよね。奥が深いですね。コーナーゲージって通常その重量が500キロフロントにかかってますよ。でも普通にポッて乗せて測った時に絶対誤差があるんですよね。それをきっちり車高の高さで変えて合わせる。だからまあ昔の車でったら86とかああいうのだったらだいたい左右で2センチの高さが違うってなってもそれでまっすぐ走ってまっすぐ速く走る、コーナーも速く走れるっていう。まあ、ちょっと詳しく解説すると結構あのマニアックになってます。詳しく解説するといわゆるコーナーゲージって体重計だと思ってもらう。そうですね、体重計です。で普通の体重計って車全体の重さを測ると思うんですけど、はい、1個ずつに置くんですよね。そうですね。タイヤの下に1個ずつウェイトゲージを置いてその全部測っていく、はい、でどこにどんだけ荷重がかかってるかっていうのが見れる、はい、そうすると左右のバランスもそうだし前後のバランスも分かる。分かります。でそれが車高によってバランスが狂うわけですよね。そうですそうです。だからこっち下がりだったらこっちに荷重がかかってるんで、はい、こっちが重たくなるし、だからそれが車のバランスが悪いとこれでバランスがちょっと弱くなると。だからそれはもう減衰だったりバネレートに影響してくるところだから、まあ、事前にそういうのを測って今回やってあると。そうですね、作るっていう。でアストンどうなんですか、結構こうしっかりこう左右が出るんですか。まあ今の車って結構やっぱ重量配分って結構重要なので、まあ、昔からそうなんですけど大体は出てるっす。あ、左右で。そうなんですか、はい。ただよっぽど30年前 の, その国産車とかもう昔の車とか、あと事故した車とか、事故したら重量ってすごく変わるんですよ、ね、歪んじゃうってことですか。歪んじゃうって。なので、まあ、86とか、まあ、スポーツカーってやっぱ、はい、無理な走りとかするんで、その分やっぱりフレームがよれたりとかしちゃうんで、そこをやっぱりしっかり狂っちゃうのを適正にしましょうっていう、はい。まあ、今でもサーキットなんかでこうタイム詰める方が乗せたりとかしますよね、はい、そういうのを今回も使って全部合わせてあると、はい、これすごいっすね。でも、まあ、アラゴスタさんで作ったらもうみんなそれ全部やってくれるんで。あ、そうなんですか、はい。まあ、ボンドでやったアラゴスタですごかったのが LFA、はい、タックンが作った。作りましたね、はいはい、あれも一から作ってもらったやつなんで。へー。あれも多分世界で1本とか2本じゃないかなって。売れてるかどうかはちょっと定かではないですけど確かに車がないですからね、はい、というわけでもう全然ないとこからも車庫帳が作れちゃう。そうですね。これちょっとやらしい話なんですけど結構かかりますよね。結構かかりますおおよそどこぐらいをイメージしておけばいいですか。3桁万円 N ボックスぐらい。 N ボックス、はい。で多分なんですけどバンテージ行ければ多分 DB9 とか11とか、はい、あの辺も結構共通のその何ですか、全く同じ部品じゃないと思うんですけど、はい、ニュアンス的には同じこう足前の形状してたりすると思うんで、まあ、行ける可能性が高いですよね。そうですね、まあ、行けなくても作るんでなるほど。ただ今回バンテージができたんでアラゴスタさんのラインナップにはバンテージが追加されるんで。あ、そうなんですか、はい、じゃあ2代目の方はお得じゃないですか。2代目の方はお得です納期的にもというわけで日本は多分1号車ですよね。多分世界でも車高帳を作ってるとまずないですよね。そうですね、まあ、車高を下げるのがやっぱりかっこいいから。確かに、はい。まあ、その辺ってこういやいやいやノーマル最高でしょっていう多分思ってる方も多いと思うんですよそうです、ね、けど実際にショーとかカタログの車って車高下がってるんですよね、はい、そうですね、はい、だからメーカーがもう多少車高は低い方がかっこいいって多分認識してるんだと思うんですよ、はい、だから、まあ、下げすぎはもちろん問題外として、はい、まあ、ある程度のこうスタイリッシュな車高にするっていうのはう、ね、まあ、車の性能スポイルしない範囲っていうのはもう全然僕ありなんじゃないですか。そうですね、はい。まあ、あと使い方によってはもうベタベタっていうの僕個人的には大好きなんで
まあ、例えばここからあのタイホイール変えるとかっていうんであればそれに合わせてもベッタベタっていうのもむちゃくちゃかっこいいんじゃないですか。そうですね、はい、そして今回この車高調だけじゃないんですよね。そうですね、これプラスやっぱ車高スーパーカーなんで車高低いと立体駐車場に入れないとかそういうことが。確かにこれちょっとスロープとか、はい、結構心配な感じですけど、はいはい、それの代わりにロベルタで車高を上げるリフターをですね。で、はい、リフターでこの後ちょっと動き見てみたいと思いますけど、はい、まあ、車高が瞬間的に上げられるんで、そうですね、6、7センチぐらいは上がるかなっていう。あとはフェラーリとかランボって純正リフターついてても上げ幅って純正ってめちゃ少ないんですよね。めちゃ少ないです。4センチぐらいかな、確かに。そうなんですよね、4、5センチだったと思うんです。だからその辺の、まあ、ポルシェとかもそうですけど純正でリフターがある設定ある車でもあえてその新車オーダーの時につけないで、はい、ロベルタをつけるっていう方も少なくないんですよね。そうですね。そうするとやっぱり上げ幅が大きいのと、あとはもう究極リアまで入れようと思えばできちゃうんですよね。できちゃいます。そうすると4輪上げられる。でつい先日ご紹介させていただいた F8 なんか、はい、こう前だけ上げちゃうと後ろがこう、ね、逆に下がっちゃうんで下がっちゃう、こう前後で入れたりとか、前後で入れてもらった方がいいですね、はい、でしかも俺さっき話を聞いてビビったんですけど、あのなんと保証がロベルタついてるということで、はい、まあ、通常、まあ、社外品、まあ、大体1年ぐらいはついてるじゃないですか、はい、そうですね。それがなんとロベルタだと10年ですそんなのあります？ロベルタの社長曰く、はい、俺は絶対に潰さねえって、はあ、それだけ自信があるから10年つけても大丈夫っていう。なんか家電量販店のなんか保証延長オプションみたいな感じなんですかそのぐらいじゃあもう製品に自信があるってことなんですか？そうですね。でも僕も何台もお客さんにロベルタつけてますけど、あれが壊れたこれが壊れたっていうのはほぼほぼ聞かないっていうか、はあ、はあ、ただまあ、 あの細かい部品いきなりスイッチが壊れたとか、あ、まあ、使っているうちにスイッチっていうのは壊れてくるんで、それを壊れたって言ってももうすぐに交換してくれる。まあその10年以内だったら、10年以内だったら大丈夫です。はあ、はい、じゃあそのぐらいこう信頼性も高いし、まあ、結果としてこうスーパーカーロベルタめちゃくちゃ支持率高いじゃないですか。そうですね、そういうことなんですね。そういうことです。でちなみにこのロベルタっていうのはロベルタのその会社に持ち込んでつけてもらっていいですか？これは持ち込んでつけてもらってます。なるほど、はい、でそれはどのぐらいかかるんですか費用的には？NBOX ぐらい、全部で N ボックスぐらい、はい、1 2N ボックスぐらい、いや 1N ボックスぐらいで、車高調 1N ボックス、いや車高調とロベルタで 1N ボックス、はい、オプションありですかなしですか？オプション多めですか？まあ真ん中ぐらい、真ん中ぐらい、はい、およそそんな感じだと、はい、これ取り付け自体はどのぐらいかかるんですか？1週間とか10日ぐらいで、計測に丸1日で、製品が出来上がってくるまでに大体1ヶ月から1ヶ月半ぐらいで、車高調のセットアップ と、ロベルタのセットアップでだいたい1週間もかからないかなっていうぐらい、はあ、でもそれって同時進行でやらないとダメってことですよね？そうですね、なので車高調がなければだいたい2ヶ月預かれば大丈夫。あ、そうなんですか。車高調とかがもう あればロベルタつけるだけ、ロベルタとアラゴスタの製品をつけるだけだったらもう1週間もかからない。あ、そんな感じでできちゃうんですね。そうですね。なるほど、こんな感じになってると。だからパッて見たら車高の低いバンテージですけど、めちゃくちゃ手間とお金と、はい、工夫が施されているということで、はい、こんな感じで。しかも今回デズラもなんと調整してあるということで。そうですね、やっぱ車高下げるとホイールが内側に入っちゃうね、めちゃくちゃ。まあ、足回りの構造にもよりますけれども、そうですね、基本的には車高下げれば下げるほどこうキャンバーがついているということで、はい、でそれを今回調整するのにスペーサーが、はい、H&R の11ミリスペーサーです。スペーサーはあるんですね。うん、これしかないです。あ、それしかないんです。もうあとは作るしかないって。なるほど、はい、あ、作るのもできるんですか？スペーサー作れますよ、はい、なるほど。ちょっと高いですけど。なるほど、はい、じゃあそういったのも一からできちゃう。できちゃいます。で今回は既製品の11ミリでしたっけ？11ミリです、はい、で、まあ、本当につらつらぐらいになってると、はい、ちょうどこのゴムのリムガードが少し出るかな、見えるかな、はい、見えないかなぐらいですかね、はいはい、だからこれここまでやったのはないんで、あんまり参考にならないと思うんですけど、はい、まあ、こんな感じでスペーサーもいけちゃうと、こんな感じの前になってます。そして後ろも当然車高調によってもうベタベタですね。もうなんか車の種類と違いますよね。いやここまで下がってると純正って本当指4本ぐらい入るんで、さすがにグーは入んないけどもう本当にこう結構車高ですよね。結構高いんで、それが今回こうベタベタになってると、はい、結構落としましたね。これめちゃくちゃかっこいいですね、はい、ただまああとはお客さんにちょっと写真を送って、この車高で大丈夫ですかって聞いて、もうちょっと上げてって言われたらもうちょっと上げますまあ車高上だったらすぐ調整できますしね。そうですね、はい、でまあセットアップが終わってから最後アライメント取って、
で特に先ほど紹介させてもらった通り全長なんで、はい、まあ、極端にそう幅を変えなければ、はい、まあ、そのバネ その縮めるのが変わらないんで乗り心地もそんなに大きく変わらないんですよね。まあ言うほど変わらないですよ本当に。2センチ3センチだったらもう全然大丈夫です。まあもちろんその足回り その部首のねじれがあるんで、はい、まあ、全く変わらないってことはないと思うんですけど、はい、ほとんど変わらずに調整ができる。もう全然、はい、大丈夫ですね。そして後ろも出づら前より若干引っ込んでるぐらいですかね。そうですね、はい、本当はあと1ミリ2ミリぐらいは欲しかったかなっていう、まあ、その辺詰めるとなると本当にオリジナルでスペーサーも必要になってくる、ね、まあ、一番いいのはホイール作るのが一番いいんですけど、ね、ああ、はい、なるほど。もうそれだったらバッチリな。確かに前後でこうオフセット変えたりとかしてできちゃうと、はい、そしてスペーサーもこれ普通につくというかボルトになってるんですよね。アストンこの方とか現行のアストン DBS とかは今はもうボルトなんで、はい、昔はナットやったんですけど、はい、なのでまあ意外と簡単につけられるかなっていう。なんか最近国産車もみんなボルトになっていってるんですよね。そうですね、はい、で車からこうボルトが生えてナットで止めるタイプだとどうしてもそのスペーサーが入れられないんですよね。そうです、頭が出ちゃうんでホイールによって逃げがあればそのままつくんですけど逃げがないやつはもう基本的につかないんで、なのでよくうちでやるのがもう LC はもうボルトナットで止めるんで純正のホイールに入れてくれ、 TRD のホイールにスペーサー入れてくれって言われるんですけどもうこれ不可能なんで。かもうボルト打ち替えて長いやつにするかってことですよね。長いあれあるのかどうかなんか車からボルトが生えてるとどうしてもそのナットがそのままかかるか、はい、もしくは2段止めでこう新しく生やすしかないから そこがクリアできるホイールじゃないとダメだと思う。そうです、はい、それがこうボルトで止めるタイプのホイールだったら、まあ、基本的に長いボルト使えばいいだけですから、ね、そうですね、はい、まあ、その辺なんかも全部用意できるんで、はい、まあ、言っていただければ、まあ、費用はかかりますけどもっと詰めたりっていうのもできちゃうと、はい、そして今回トランクも見てみましょうか、うん、トランクにこれ何があるかっていうとこれすごい、あ、ここ失礼しました、はい、トランクに何があるかっていうとまずこのリアもなんとここで調整ができる。そうですね、減衰圧がこれ普通の車はリアってこうアッパーマウントが中に入っちゃうじゃないですかボディの中に、はい、でリアも同様に20段で調整ができるので、はい、まあ柔らかくしたり硬くしたりっていうのもできちゃう。でも意外とみんな触らないんですけど一回触ってこの柔らかいのと硬いのの その違いを見てもらったらすごく変わるのがよくわかるんで。ああなるほど、はい、大体みんなまだ真ん中らへん、はいはい、純正 のメーカーの推奨で使うとかっていうのがあるんですけどもうすごく乗り心地変わるんで一、はい、回本当に遊び半分で使ってもらったら車は楽しいよっていうのがわかると思うんで。何を隠そう僕前に乗ってた目には減衰調整付きの車高調つけてたんですよ、はい、で高速乗る前は硬くして、はい、街乗りの時は柔らかくしてっていうのをやったぐらいなんで、はい、まあ、この辺、まあ、ぜひ触っていただけるといいんじゃないかな。そうですね、で特にこうやって出してあるとすぐできるじゃないですか。そうですね、ボンネットは正直パーキングエリアとかでやってると、はい、あれ故障したのかなって思われますけど後ろをこうシャカシャカってできるんで。そうですね、まあ、前に関して簡単ですからね、はい、で調整も簡単なんですよね。簡単です本当に、もう回すだけなんで、はい、で基本的にこうなんかどっか調整分かんなくなっちゃったって言っても、はい、締め側だけは最後止まるようになってるんですよね。そうです、緩めも止まるっす。あ、緩めるのも止まるんですか。止まるっす。でも緩めすぎちゃダメなんですよね。なんか説明書も書いてありますけど、まあ、基本的には一番最後まではいかないでっていう感じなんですけど、はい、基本的には全部締めて止まったところから同じ回数だけ戻してもらえば、はい、クリックでこう。であとはもう一つ、そうですね、さっき話に出した、はい、ロベルタがトランクに設置してあると。そうですね、よっよっ、こんな感じで、はい、なかなかカスタム紹介ロベルタ、ワードには出てきても、はい、物をご覧いただく機会ってなかったんですけどこんな感じで。そうですね、でコンプレッサーとエアタンクと。そうですね、はい、でこれが電磁弁です。あ、なるほど、はい、ここのスイッチでエアを入れたりオフにしたり。でそのエアで膨らむシリンダーが入ってるってことなんですよね。車高調の上のところに。車高調の上でバネの上ですね、ちょうど。でそこに入っててそれを膨らむと、まあ、車高が上がると、はい、だ基本的にはそのバネの動きには干渉しないような仕組みになってる。で、ね、はい、で結構僕実は20年ぐらい前かな、車外のエアサスがついた車に乗ってたんですよ、はい、でその時に何が大変だったってエア抜きじゃない、水抜きが大変だったんですよそうですね、でその辺がロベルタだとドライヤーついてるんですよ。そうですね、もともと標準でついてるのでこの辺りは。なるほど、でその辺なんかもう、まあ、よっぽどなんかこう溜まったとかっていうのじゃない限り、はい、基本的にはメンテナンスフリーで。メンテナンスフリーです。使っていただけると、はいはい、でもあと保証ついてますからね。まあ10年ついてるんで、はい、あともうこれが
コントロールユニット。あ、なるほど、はい、リモコンがついてるということで、じゃあ、ね、このあとリモコンと、あと車内のスイッチもついてるんですよね。車内のスイッチ、まあリモコンですね。リモコンと、リモコンだけでしたっけ？あと本体がついてるので、はい、じゃあ動きの方も見てみたいと思います、はい、そしてトランクのこの何ですか、使えなくなっちゃう容量も本当に最低限ですね。そうですね、この、このオーナーさん結構スーツケース載せるので、あのスーツケースできるだけ乗せられるように。なるほどなるほど。で、まあ、ここを倒して、2個あ頑張ったらちっこいのは乗るかなっていう。なんかオーディオカーみたいにここまで全部埋まっちゃうとかってなってくると、正直こう使いにくさも出てきちゃうじゃないですか。フェラーリとかはあのボンネットの中に入れるんですけど、はい、結構深いんで、それでも3分の1ぐらいは全部埋まっちゃう。まあ、こっちとか もうエンジン入ってるからトランクにしか置く用がないんですけど、極力スペースはちっこくっていう。まあ、20センチないぐらいですかね、18センチ、19センチぐらいと、高さもそのぐらいですかね、はい、まあ、このぐらいのスペースが必要になると。まあ、蓋も簡単に取れるんで、このあたりとかもメンテナンスがしやすいようになってるので、なるほど、はいはい、こんな感じのが今回ついております。エアサスは壊れたら走れないですけど、ロベルタは壊れてもそのまま走っていけるんで。あ、そうか、そうですね。基本的に上がらなくなるだけだから、もともとの車高に戻るだけなんで、はい、まあ、できると。エアサスは構造変更必要ですけど、はい、ロベルタは基本的にそのまま車検が通る。あー、なるほど、はい、横山さん、いいですか、壊れないです10年ほど壊れたんで大丈夫です、はい、というわけでこんな感じになっています、はい、続いて外した純正ショック、はい、そうですね、はい、これが何だってわけじゃないんですけど、はい、あの個人的に見たい、はい、これがついてるんですね。もうなんかみんな前後一緒っていう感じするんですけど、ね、こんなに前後あの違いがない車もないんじゃないですか。珍しいですよね。そしてあとあの車両紹介でアストン何台か撮らせていただきましたけど、はい、あのこうやって外して部品で見る機会ってまあないじゃないですか。ないですね、はい、というわけで、まあ、おなじみの電子制御の足回りなんて全部配線が生えてる、はい、でこれあの配線切断しちゃってるのはキャンセラーが、そうです、あのエラーが出ちゃうんで車両側についてるということで、こう切ってその先にキャンセラーが入ってる。そうですね。でこのこっちじゃなくて車体側を切っちゃうと純正ハーネス丸ごと交換って言った時に大変だから、はい、まあ、基本的にはこっちで、まあ、基本的には向けば元に戻せますから、ね、そうですね、はい、まあ、この辺なんかまたこのキャンセラーが沼なんです。あ、そうなんですか。大変なんですか。エラーが出たり出なかったりとかするんで、アストン用のキャンセラーって基本ないんですよね。はあ。で、何々用を使えば出ないんです、はい、まあ、これちょっと言えないですけど。なるほど。その辺なんかも、まあ、車によりますからね。そうなんです、ね、そのまま外しちゃってもエラーが出ない車もあれば、はいはい、エラーだけつく車もあれば、はい、まあ、あとはその車体の制御にすごく深く関わってて、そうですね、車の制御ができなくなっちゃう車もあるんで、まあ、その辺なんかもしっかりキャンセルしてあるということで、はい、でさっきこれもう一個見ててびっくりしたのはもうビジュアルもびっくりじゃないですか。めっちゃストロークあるし、バネもほぼ直巻きじゃないですか、まあ、上下こそ少し小さくなってるかなって感じしますけど、どこでしたっけ、ここがこれ純正ビルシュタインなんですね。びっくりしました。しかもこれが4本全部、ね、もちろん前後とも、はい、はあ、これってなかなか見る機会ないじゃないですか。ないですね。多分乗ってる方でももともとビルシュタインって知らないで使ってる方も、まあ、ほぼ知らないんじゃないですか、はあ、というわけでこんな感じのビルシュタイン純正の色が使われてると、はい、こんな感じになっております。まあ、今回もめちゃくちゃ詳しく紹介しますが、付属品まで紹介したいと思います、はい、これ保証書もしっかりついてきて、ご覧ください、なんとカップ本体保証期間10年ということで、10年です。10年って本当になかなかないですよ。ないですね。で、まあ、付属のステッカーだったりだとか、はい、あと説明書も一応ついてくるんですね。ついてきます、はい、めちゃくちゃちゃんとしますね、はい、リモコンの使い方だったりだとか、はい、電源とか、はい、ステッカーから出しましょうか、ちょっと、はい、こんな感じで、まあ、ユニットの説明だったり、はい、リモコンの使い方だったり、まあ、ヒューズだったり、はい、その辺なんかも電池の品番まで書いてあるじゃないですか。そうですね、はい、まあ、この辺の取り扱いのやつもついてくると、はい、で横山さんが今持ってるのが車庫帳の付属品ということで、そうですね、それはよく見ます、はいはい、まあ、ミニなんかでも結構アラゴスタの車庫帳をつけてる方多かったんで、はい、お客さんが使うことは、まあ、あんまりはないんですけど、はいはい、まあ、自分でして、まあ、車庫帳レンチと、あとこれは一体何なんだ、タイプによってそのリング回すのがこう引っ掛けるタイプのやつがあるんで、なるほど、そういうのはこれで回したりとかっていうのがあると思います。確かで、あと取説ですね、はい、なんでこの辺があれば、はい、やろうと思えば自分で車高の調整だったりだとか、はいはい、
あとプリロードっていうそのバネの縮め具合の調整なんかもできる、はい、できますね。それがまあ沼なんですよね。まあ一般道はあの街乗りする方であればまず全然あのもう決まれば問題ないと思うんですけど、サーキットで例えばセッティング詰めていくとかってなってくると、やはり減衰側とか、そうですね、あのプリロードどうしようとか前兆どうしようとかってなってくるんで、まあその辺もまあ興味のある方だったらいろいろやっていけると、はいはい、まあ、こんなのもしっかりついてきます。ついてきます、はい。じゃあ最後になりますけれども、今回こんなスペシャルなカスタマイズをさせていただいたお車なんですけれども、なんかすごい遠方からのご用命ということで。そうですね、片道1000キロでした。なんか聞いた話によると、なんと島根県からのご用命ということで、はい、逆に僕心配になっちゃいます。まあ一応何かあった時とかは、まあ、ボンド大阪もあるから、まあ、一応まあそこで見てもらうっていうか、まあ、なんとかなった時は僕も大阪の方に行きますし、まあ、あと、まあ、変えてる以上、まあ、可能性としてゼロではないですから、ね、そうですね。ただ、まあ、そういったことが、まあ、極力ないように、例えばそのロベルタ10年保証ついてますよとか、はい、まあ、アラゴスタ、いろんなこう車、はい、サーキットなんかにもこういろいろ実績を残しているメーカーなんで、はい、まあ、その自信を持っておすすめするものがこう装着されてっていうのは非常に意味として大きいのかなと。そうですね、はい、でもちろん他の車でも途中でも話でしましたけども、できるんですよね。できます、はい、というわけで、まあ、費用とその期間に関しては、まあ、結構こう余裕を持って見ていただく必要があると思うんですけど、まあ、珍しい車とかでこうローダウンするものがないとかっていうのがあればご相談いただければ。大丈夫です。全国大丈夫ですか？全国大丈夫です。ちょっと今変な間がありましたけども、いや、まあ、一度本当九州の下の方から来たらどうしようかなと。まあ一応陸送もかけられるんで。なるほど、はい、まあ、そういったことを使っていただければ、まあ、いろいろできるんじゃないかなと思います、はい、ぜひ葛飾店横山さんにご相談ください、はい、というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録と評価の方もよろしくお願いします。あの評価もあのいいねでもバットでもどっちでもいいんで、どっちでもいいです、はい、いいねと思ったらいいねボタンよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。